こんにちは。今日は JR 山陽本線の西河原終日駅に来ています。まあ、この辺りはまあ住宅街って感じなんですけど、まあ、なんかちょっといい店がありそうですね。ちょっと探してみたいと思います。では行ってまいります。岡山駅から一駅の JR 山陽本線西河原終日駅。2008年にできた比較的新しい駅だ。駅から出れば目の前には終日大学のキャンパス。終日大学の学生さんたちを横目にキャンパスを通り抜け、今回は川の方へ向かう。岡山の一級河川の旭川ですね。この旭川の水を使ってお酒を作ってる酒蔵もあるみたいですね。やってきたのは岡山県を流れる一級河川旭川。吉井川、高橋川と並び岡山三大河川の一つに数えられる。この土手沿いをずっと10分ほど歩いていくと、まあ有名な後楽園や岡山城があるわけですね。まあ今日は行かないですけど、ここから旭川沿いを南に歩いていけば、日本三大名園の一つ後楽園や改築工事を終えたばかりの岡山城があるが、今日は行かないようだ。酒を求め、魚を求め、先を急ぐ。西河原終日駅から、まあ、歩いて3分ぐらい、まあ、引き寄せられるようにちょっとやってきましたが、今回ちょっとお邪魔するのがこちらの酒工房どっぽ館。こちらですね、酒蔵に併設されたショップ兼レストランみたいなんですけど、結構いろいろなお酒が飲めるみたいなので、ちょっと行ってみたいと思います。お邪魔します。あ、ありがとうございます。いやちょっと楽しみですね。西河原終日駅から徒歩3分。酒工房どっぽ館は宮下酒造が手掛ける酒蔵併設のショップ兼レストラン。レストラン酒聖の輝き。まずはビールで喉を潤そう。モカピルスナーがおすすめですね。こちらに一番人気のビールになります。モカピルスナーで一番人気のドッポピルスナー。直営店でしか飲めないモカ生ビールはフレッシュな香りと味が楽しめる。モカピルスナーでございます。来ましたね。よし、ありがとうございます。来ました、ムロカピルスナーです。さあ、いい色ですね。いただきます。ああ、これだよね。うまい。軽く喉を潤し料理をオーダー。いただきます。こちらイベリコ豚の大人のポテトサラダでございます。おー、来ました、イベリコ豚の大人のポテトサラダ。いただきます。めちゃくちゃ柔らかい。うまうま、これうま、めちゃくちゃうまい。そしてこのビール、もう一品あのビールに合うなんかこうおすすめみたいなのってありますか？そうですね、定番ですけど人気の唐揚げなんかはいかがですか？唐揚げね、はい、スタッフの方のおすすめに従い迷わず唐揚げをオーダー。来ましたね。定番の唐揚げは自家製の塩麹で漬けてあるので、外はカリッと中はとってもジューシー。
これ人気でしょ。これはうまそうです。ビールに合うと思いますね、これは。合わせるのは甘く香ばしい香りが楽しめるドッポシュバルツ。ラガータイプの黒ビールなので重くなく意外とすっきり飲める。あ、めちゃくちゃ香ばしいですね。香ばしくて中にちょっとこの甘みがあって、なんかこの唐揚げの香ばしさとすごく合う感じがしますね。麹で漬けてるからですかね、こうすごく柔らかくって、でこうなおかつこううまみというかすごいしっかりして美味しいですね。お次は何か。これは味噌漬け豆腐炙り。次はやっぱり本命の日本酒ちょっと飲ませていただきたいなと思ってるんですけど、なんかおすすめは新酒の純米吟醸の朝日米の生原酒。お、いいですね、朝日生原酒。今だから楽しめる純銀朝日の絞りたて生原酒。これは間違いなく美味しい。来ました日本酒、新酒の朝日米。これは効くと思いますよ。香り華やかでフルーティーなんですけど、飲み口はすっきり。おお、結構お酒は飲まれるんですか。ああ、お酒何が好きなんですか。あ、このお待ち米のバージョンがあるんです。それが好き。お待ちの生原酒が好きな、いいですね、さすがという感じですわ。じゃあいただきます。クリームチーズみたいな、めちゃくちゃ濃厚ですね。お、クリームチーズをこうやってもうチーズケーキみたいな、そんな感じまでしますね。日本酒これ一本開いちゃいますよ。朝日の生原酒いただきます。あ、爽やかでいい香りですね、これ。いただきます。めちゃくちゃフルーティーですね。フルーティーなんです。フルーティーですごく爽やかなんですけど、でもちょっとこの、なんていうんですかね、この、もうちょっとなんかわかんなくなってきましたけど、美味しいですね。クリームチーズの濃厚さとすごく合いますね。クリームチーズじゃないわ。豆腐でしたね。先ほどの意見に触発されたか、お待ちのお酒をチョイス。高島お待ちとは、お待ち米発祥の地で作られた幻のお待ち。あ、いい色ですね、これ。ちょっ、香りもすごく透明感のある香りで。やっぱりこの高島お待ちが持つこのなんていうんですかね、膨らみというか。めちゃくちゃ美味しいですね、これ。最後に、ちょっとこの日本酒に合うおすすめの料理、ちょっと一つ教えてもらいたいんですけど。瀬戸内大の吟醸しゃぶしゃぶ。瀬戸内大の吟醸しゃぶしゃぶ。これはやばそうですね。おー、豪華ですね、これは。吟醸しゃぶしゃぶとは何たるものか、副料理長直々にご説明いただこう。あの、だしは、仕込み水の中に昆布を一晩漬けて、その中にこの濁り酒が入って、より、ちょっとやっぱまろやかになる。あー、やっぱり濁り酒だとそういう、こうまろやかさっていうのは違うんですね。おー、ふつふつと煮立ってきたのが頃合い。ポン酢にネギおろしを加えていただく。どんぐらいやればいいかわかんないですね、これ。軽くで OK。これを、ネギおろしにつけた
ネギおろしにしたポン酢つけて。めちゃくちゃうまいですね。うますぎるこれは。いや、染みますね。どんどん食べましょう、これは。このね、鯛をしゃぶしゃぶするって、これはこんな贅沢はないですね、本当に。うまい。最高のしゃぶしゃぶに合わせるのは、やはり最高の純米大吟醸。精米歩合 35% の透明感ある至高の一品。あ、もう本当にこうリンゴのようなそのフルーティーな香りがして、そしてまああのこういいですね。いただきます。うまいですね。そしてこの純米大吟醸高島町、こんな贅沢はないですね、本当にうまい、最高ですね、ね、本当にこれすごい美味しかった、最高でした。食べたことありますか？ないですか？ビール、日本酒だけでなくカクテル、焼酎、ウイスキーなど様々なお酒を扱うドッポ館、まだまだ魅力が尽きないようだ。いやー、ということでね、今日は酒工房ドッポ館に来てみました。いや本当にね、日本酒もビールも絶品で、料理は本当に最高でしたね。こりゃ酒が進むわ。そんな感じな最高のでしたね。うん、まあね、でもあのこの西原終日このエリアね、まだいろいろあるんじゃないかなと思いますのでね。ではまた行ってまいります。酒の名を聖とおせし古の大き聖のことのよろしさ、一人歩きて次なる酒場へ。